田ひかです。今日はしょうちゃんさんとたくやさんとの初コラボです。よいしょ、いい沖縄ございます。メンソーレメンソーレメンソーレさん、ひかちゃんサッカーを教えてもらいにサッカーを、ね、沖縄まで来ました。すごい熱意だ。いい沖縄です。いいな、最高だな。サッカーを教わりに沖縄に来ていや、住んでんねんということで、はい、今日はですね、しょうちゃんさんとたくやさんって言えば、うん、ドリブルがマジでやばい。いや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 、持ち上げないでください。そこはね、本当にすごいいろんな技を SNS の媒体に載せていらっしゃって、ね、はい、ぜひ教えていただきたいということで、はい、会うのが今日本当に2回目ですよね。確かに2回目です。たまたまフランスで会いましたよね。そうなんですよ。パリの試合に行った時に、パリサンジェルマンと試合してた時に初めまして。海外であんなに人多い中、日本人同士が そこで出会うと、出会った運命やね。運命だ。また沖縄で巡り合うっていう運命やな。でもいいですか。サッカーしましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、急に始まる。なんか変わってると思うんですけど、2日目になりました。今日はドリブルの続きの練習とか、ハットとかインからのシュートとか、ハットからのインからシュートね、とか、まあそういういろんなことを教えてもらってながらやりたいと思います。はい、ちょっと雨降ってきてるんですけど、ね、しかもちょっと聞いてください。昨日の夜、はい、しょうちゃんさんにバカ飲まされて、酒飲みチャンネルされた。最悪なコンディションなんですけど、上げていこう。でも雨の中でもサッカーやっちゃうぐらいなんで、じゃあ今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ドリブルタッチって結構良くなるよっていうのを、まあ、3つ4つほどとりあえず教えておきます。まず1つは、まあ、こうやってアウトインでこうやってワンタッチずつ、こうやって持っていく。でこれを一回ちょっとやってみてもらっていいですか。ボールが今まだちょっと前気味なんで、これを少しもうちょっと横に動かす。なんで横かっていうと、結局ドリブル取られる時に多いパターンって相手が目の前にいるのにここに出しちゃうと取られやすい。でも例えばここで足出してきたキスとしても、こういう深いタッチができれば取られないんですよ。インアウト、インアウト。むずいな、むずいな、これ。なんか、ああ、でも、変な動きしてる。行って、そう。そう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 。いいですね。ああ、いい。前に出ちゃいます。そうだね、横に動かしたいから、アウトサイド、インサイド。ああ。ああ、でも、ああ、上手、上手。途中で今ちょっと大きくなったから、それをなるべくタッチが大きくならないように、もうほんとちっちゃくでいいから、タッチはもうちょっとこれぐらい、これぐらい。すごい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 、言えないもん。早すぎて、早すぎますね。タッチは小さく、おいよ。これ宿題で、はい、できるようになった。はいはい、滑らかに滑らかに。オッケーオッケー。じゃあちょっといろんなパターンのディフェンスやって、それいくつかちょっと見せてもらっていいですか。いや、パス入りました。はい、こっから。はいはいはい。なるほど。はいはいはい。いいねいいね。ちゃんと切ってるところと逆に。素晴らしい。しかも今ちょっと目線見てたんだけど、ボールじゃなくてちゃんと相手の足も見れてるから、そこはすごいいい。今のままで。なんていうの。ちょっと関節。昨日学んだことちゃんと覚えてる。100点。いや、国際通りで関節しやん。どこで教えとんねん。酒飲みながら関節しやん。こうやってもらいました。で今こういう感じから、例えば左足で前に運んだりとか、右足で前に運んでたんだけど、最初からおへそを縦に向けてると、こいつここ来そうだなっていうのがバレるから、例えばじゃあもらった時に来て、
こっからこう行ったりとか。ああ確かに。ファーストタッチから。うるさい？ごめんね。ちょっとパスある。難しいな。そうだね。まずトラップが難しいかもしれない。足裏使える？足裏取る。あ、これでも大丈夫。で今足裏もちょっと教えたいこといっぱい出てくるな。足裏もこうなってるけど、こう止めた方が絶対いいから。はい、こうなるとスルーしちゃう。まあね、ミスがあるから。あー、オッケーオッケーオッケー。でも悪くない悪くない。あー、いいんじゃない。いや、遅い。あー、オッケーオッケー。でもまあ、プレッシャーあったらやっぱね、ちょっとね、まず落ち着いて、ファーストタッチ。あー、いい。いいよ、めっちゃいい。いい感じ、いい感じ。いいよ。あー、いいね、いいね、いいね。あー、うまい。あ、ちょっと綺麗、綺麗上がってるよな。できるよ、なってる。オッケーオッケーオッケー。今全然でも行かれたわ。綺麗あるよね。オッケー。ペアになってできる練習にして、パス交換するときこうやってトラップ入れてパス。これもただこうやってあのパス交換するだけじゃなくて、ラインがあるそのラインで止めてあげる、ライン上っていうのを意識してタップするだけで、このトラップの質が変わってくるから、ちゃんとここに止めるっていう。すごい。パス出します。来た。そう。これも止める。パス出す。動いてる。確かに。あ、ずれた。ね、こっちに行くってことは足が綺麗に広がってないから、足首だけをグッて曲げるのが難しい。股関節をちょっと開いてあげるから、気持ちここの軸足をかがんであげる。軽く曲げる。そうそうそう、力抜いて。そう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 。そう、出す選手の方向におへそを向けてあげて、そう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 。前回水飲んで後半戦スクール生シュートまであるので、はい、行きましょう。いいな。水分補給です。水分補給しよう。いやいいですね。ねえ、めっちゃ細かい技術、うん、細かい技術、そう、分かりやすい。綺麗になりたいな。え、でも全然最初よりめっちゃ上達してました。普段から意識しないとまたできなくなるんですよ、うん、確かに。それがむずいところですよね。確かに。自分自身で、ね、繰り返しね、そうやらないと。ゴール前のシチュエーションをドリブルで作り出してシュート。ここでちょっとボール運んでかわしてシュート。甘いです。スピード出すんだけど、一歩につき一回ちゃんと触れるように。チョンチョンチョン。お、細かい。ナイス。おー。あ、うまい。アウトで触るの意識して。そう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 。うまい。よー、いいんじゃない。レベル上げていい。はい、まだ早い。最後は総集編、トラップ、ドリブル、シュート3つ行きます。パス出す、止める、運ぶ。そう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 、かっこいい。で、シュート。おーおーおー、よいしょ。これで、タクヤから3点決めてください。よーし、今日最後簡単に決めるぞ。やるぞ。頑張ってください。パス、トラップ、運ぶ、カットイン、シュート、アッシャー。今日
今日帰れるかね。今日帰れないんだ。また。やりました。1点。1点。あ、まだ先入ってるんじゃないの。ちょっと切れたな。ちょっとやめてください。先入ってるんじゃない。あれ、はい、サッカー選手は。お、素晴らしい。イエーイ、2点目。やっぱりね。あ、いけ。すごい。やりました。イエーイ。負けたわ今。勝ちました。やられたぜ。素晴らしい。今の、まあ、総集編だから、それがちゃんと練習の中でできてたんで、多分試合フットサルやったら点取れると思います。動かした。金リーグ1点決めます。おお、金リーグね。次の目標。1回またいで、うん、決められるかな、この俺から。守り神と呼ばれてるんだろうが。審査。読めた。お、素晴らしい。トラップ。緩急。1、2、3。わあ、いい。うわ反対つきました。うわスーパーゴールです。逆いった。イエーイ、すごい。守り神やられました。ありがとうございます。守れてんかったけどな。はい、ということで、はい、こんな感じで練習を教えていただきました。お疲れ様でした。結構いろんな技術が頭に入ったんで、これを普段の練習で活かしながらやったら体にもね入って動けるようになるんじゃないかなっていう、楽しみですね。なんか体に染み込ませてください、はい、教えてる側って選手が一生懸命だったら楽しいから、それがすごい指導者に感じさせられるっていうのは、それはさっきかちゃんの素質だと思うから。おお、嬉しい。誰からでもそうやって教えてもらえると思います。はい、ありがとうございます。すごい良かったです。めちゃくちゃ伸びしろあります。, 笑ってもらったのは何の意味なんですか。まだハブシいますね。ハブシいますね。いますいます。まだハブいる。じゃあこんな感じで終わりたいと思います。レガトさんとしょうちゃんさんのチャンネル概要欄に貼るんで、ぜひそちらの方を見ていただけると嬉しいです。あとフォローもよろしくお願いします。お願いします。またねー。チュラッとねー。